岡山地底湖行方不明事故は2008年1月5日、岡山県新見市にある日坂昇乳穴採用部の地底湖で当時21歳の大学生が行方不明になった事故。日坂昇乳穴は岡山県指定天然記念物に指定されている昇乳洞で日坂昇乳穴神社のご神体でもある。遭難現場となった地底湖は 総延長2100メートル以上のホラー穴の採用部にあり、途中には冬の滑水期以外は水没しているため通行、不可能な場所がある。この地点から地底湖までは10メートルの崖や腹ばいになったり水につからなければ通れない箇所が続き、危険が高まる。地底湖は幅30メートル、奥行き25メートル、水深35メートル程度。水の透明度は非常に低く。 視界は1メートル以下である。水面にはわずかに流動が見られるが、どこへ水が吐き出されているのか、明確にはわかっていない。事故以前は、手つかずの美しい景観を求めて、ホラー穴の奥を目指すホラー穴探検愛好家も多く、例として2006年度には9件の入道届が出されていたが、2011年7月以降、新見市内のホラー穴の中では、唯一、 重大事故が多発しているとして入道禁止となっている。本草難事故が起こったのは中四国の学生競馬を中心として開催されていたケービング合同合宿での出来事で、この陶器や手伝い合宿は過去に2回2006年と2007年の年初に行われていた。合宿は日坂省入穴の滑水器以外は水没して通行できない地点よりも、 さきのホラー穴へ入道することを目的としていた。2008年の合宿では、愛媛大学学術探検部の OB 及び OGK2 名、高知大学学術探検部の OB1 名と、現役生3名、香川大学アウトドアスポーツクラブの現役生5名、山口大学同結研究会と広島大学探検部の OB 各1名、浜松ケービングクラブの会員1名の、 1> 計1 5名が参加。CL は愛媛大学の OB である D が務めた。宛てつだいの洞窟に入道する場合は、新見市教育委員会生涯学習会の入道届、入道者名簿、連絡先、緊急時の連絡網、合宿計画書の提出が任意で求められていた。過去に2回行われた当期宛てつだい合宿ではこれらの提出は行わなかったが、生涯学習会、へ。 入道日程の電話連絡は行っており、その際に計画書の提出も求められなかったとされる。また、入道前と出動後には、日坂商入穴神社の宮司に、口頭報告を行っていた。ただし事故が起こったこの年の合宿では、D は役所が仕事を納めをしていると考えて、電話連絡を行っていなかった。また、二日に入道した班は宮司への口頭報告を、 行っていたものの、事故当日の5日に入道した班は、入道時に偶事が不在だったため、こちらへの口頭報告も行わなかった。過去2回行われた当てつ大合宿では、久香小乳穴には合計4回入道が行われており、指定湖班に到着すると泳ぎに、自信のないもの以外は、一度は指定湖を横断して、対岸の金乳穴作用部の壁に到達することが、慣例となっていた。 2006年には入道した10名のうち5名、2007年には入道した21名のうち9名が地底横断を行っている。この際、さあどうする誰か行くと促すことはあったが、強制することはなかったとされる。地底高を横断する際には、右壁よりも距離が短い左壁沿いにホールドを伝っていった。横断途中に危険を感じた者は多かったが、 経験談としては、達成感を強調したり、武勇伝として語られることも多かったため、危険性の認識には差があった。採用での余興イベントと考えている者も,もいたという。2008年に阿鉄大合宿の計画は、D と山口大学洞窟研究会の OB が中心となり、1月1日から6日の日程で立てられた。入道希望調査の結果、 日坂昇乳穴を希望する者と、ゴンボウゾネの穴から本小屋の穴までの通り抜けルートを希望する者があり、各人の参加予定を考慮して調整を行い、日坂昇乳穴には2日と5日の2回入道する予定とした。また、5日は14名と参加人数が多いため、日坂昇乳穴班と通り抜けルート班の2班に分けることにした。通り抜けルート班のチーフリーダーは D、 日坂商入アナハンのチーフリーダーは、香川大学現役生の女性王が務めることとなった。入道希望調査や装備の買い取りに時間がかかったため、計画書が完成したのは12月30日のことだったが、内容は安全対策を考慮しないものだった。内容は合宿の目的、障害先、名簿、日程のみで、入り出動時間や、レスキュータイム、装備計画、 在京連絡先、緊急時連絡網などの記載はなかった。また、愛媛大学、高知大学、香川大学、山口大学、広島大学、浜松警備グクラブ事務局のうち、合宿の承認をしていたのは、王が独自で作成し提出した計画書を受け取った香川大学のみで、他の大学及びクラブのメンバーは計画書の提出を行っておらず、 緊急時の連絡先、在京連絡先も定めていなかった。唯一王の提出した計画書には、入り出動予定時刻、レスキュータイム、緊急時の連絡先、在京連絡先、入り出動の際に電話連絡を行う旨が記載されていた。合宿が始まって2日目の2日に、1回目の日、坂小入穴への入道が行われた。この班は D を中心とする4名で、 5日に遭難した学生は参加していない。昼の12時15分に入道を開始し、午後2時頃に洞窟さえオーブの地底湖に到達した。この際、地底湖の対岸へ、さあ誰か行くという発言があり、唯一地底湖横断経験がなかった山口大学の OB がエイガンのと言われたが、彼は泳ぎに自信がないため辞退している。経験のある他の3名も、 何度も泳ぐ必要がないと考えて、横断は行わず、誰も泳がないためそのまま出動を開始した。出動が完了したのは午後3時45分だった。高知大学三回生の N は4日の朝まで関西の実家に帰省しており、午後4時3分に、いくら駅に到着、午後5時20分に、いくら温泉で、他の参加者と合流した。この際には特に疲れている様子は見られなかった。 この4日の夕食後にミーティングを兼ねて各自飲酒をし、同時に計画の見直しが行われた。この際、通り抜け班は人数が多いことから2班に分割し、D がチーフリーダーを務める通り抜け1班と通り抜けルートの経験がある2名を入れた通り抜け2班に分けた。そしてこの時、N が通り抜け班から日坂商入穴班へと変更になった。 N から日坂商入穴への入道希望はなく、また当初、D は N に日坂商入穴への入道経験があるものと認識していたため、通り抜き班に割り振っていたが、N から入道経験がないという発言があったことと、日坂商入穴班の範囲は4名中3名が、香川大生であり、他団体との相互交流を目的とする合宿の目的上、 大学のの参加者を1名入れたた方がふさわしいとの判断からであった最終的に通り抜け班は5名と4名、日坂昇入はな班は5名という振り分けで決定がなされた。午後10時の消灯時に N は一度就寝したが、午前0時頃に起き出して他の参加者3名と横になって話し込んだ。N の睡眠時間は合計約7時間程度で、 翌朝8時半頃に起床した際、特に疲れた様子はなく、前夜のアルコールが残っている様子もなかった。朝食後、日坂商入穴班は午前9時半頃、その他の班は午前11時頃に縮小を出発した。前日夜の班編成変更により、日坂商入穴班は以下の5名となった。5日午前10時58分、チーフリーダーの女性王が、 香川大学アドスク在橋連絡先の緊急連絡受信係にメールで日坂省入穴の入り出同時刻を連絡した。午前11時半に入道を開始。12時10分に第一ラダーポイントを降下。この時はロープを使用しなかったが、12時40分と午後1時に、それぞれ降下した第二、第三ラダーポイントでは使用した。その後、大石中ホールへ到着し、昼食。 休憩、写真撮影を行った。午後2時17分に西用部の地底湖へ到着した。湖畔で、王が地底湖の概要を説明すると、N と K の二人が地底湖横断に興味を示した。まず K が横断を試み、左壁面に沿って掴まれる部分を探りながら、2、3メートルほど進んだが、そこで足がつかなくなった。K は泳げないため、その地点で引き返した。 K が横断を断念した後、他に横断を試みるものはなかった。そのため K が出動を提案すると、N は浮き輪やフィンがあればいいのにな、ここは無理そうですねと発言した。心残りがあるものの、他の範囲が泳ごうとしないため決心がつかない様子であったという。その様子を見た他の範囲から、久瀬牛穴に入道する機会は少ないため、 心残りがあるのなら行ったらどうか、という趣旨の発言があったが、N は返答しなかった。その後、O も出動を提案したため、N 以外の範囲は出動を開始しようとしていたが、N はまだ迷っている様子で他の範囲を誘うような発言をした。範囲は自分は横断を行わないが行きたいと思うのであれば行った方が良いのではないか、という趣旨の返答をしている。 この返答の後、N は数秒間湖面を見つめていたが、無言のまま地底湖中央を対岸へ向かって泳ぎ始めた。O は照射距離の長いライトを点灯して泳ぐ N のヘルメット付近を照らし、他の範囲も泳ぐ N を見守った。N は地底湖の3分の2程度まで泳いだところで一度止まり、振り返るような動きを見せたが再び泳ぎ出し、対岸へたどり着いた。 対岸に到着した N は片手を上げて、合図を送るような動きを見せたが、声は聞こえず、範囲も、どう大丈夫などの声を送ったが、返答や合図はなく、声は聞こえていない様子であったという。その後、対岸の岩に腰掛け、足を水につけて休んでいるような N の姿を F が目撃している。また、O と F が、水から完全に上がって立ち上り、 周囲を観察するような N の姿を確認した。その後、O、F、K は N が戻り次第出動するため、出動にかかる時間などについて話しており、数十秒間 N から目を離していた。次に O と F が対岸を見たとき、N の姿は確認できなかった。O と F は、こちらから四角となっている左壁に沿って戻ってくる、途中であると思い、声で呼びかけたが、 返答はなかった。見ると、右壁の天井付近に N のライトの明かりが当たっているのが確認された。この時のライトの動きはゆっくりとしており、泳いでいる時のような激しいものではなかった。王はライトの動きから N が左壁につかまって、右壁を観察しているものと思い、早く帰ってくるよう呼びかけたが、応答はなかった。その後、天井に当たっていたライトは移動し、 確認できない時間が長くなった。断続的にその後も、N くーん、早く戻って来い、などと呼びかけていたが、応答はなく、水音や反響で聞こえていないと考えた、範囲が、多いと呼びかけると、初めて、多いとの声が N から返ってきた。10秒から15秒後に再度、多いと呼びかけると、これにも、多いとの応答があり、さらに10秒から15秒後に行った3度目の、 大井との呼びかけにも応答が返ってきた。この三度目の応答は、大いと聞き取れるものではなかったが、確かに応答であり、また待機していた四名に危機感を抱かせるようなものではなかったという。さらに10秒から15秒後、四度目の大いとの呼びかけを行った。だが N からの応答はなかった。応答が途絶えたため、範囲員らはここで N に不足の事態が発生したと考え、 各自大声で呼びかけたが、やはり応答はなかった。ホラ壁や水面には N のライトの反射は見えず、湖面にも波紋はなかった。O が左壁面沿いに5から6メートル泳ぎ出て、視角のない位置から湖面全体を確認したが、N の姿やライトの光は見えなかった。その後、S も途中まで泳ぎ出た後、ホイッスルでのコールを続け、K は 湖面の観察を行っていたが、N の姿は確認できないままだった。その間に O と F は、今後の対応を協議し、N が主導に入った可能性も検討したが、状況から考えて水中であるとの結論で一致した。範囲ラデの捜索も検討したが、ライフジャケット等の浮力を有する装備がないため、地底庫の捜索は行えないとの結論に至った。次に、 救援を要請するために出動する人員について検討し、F からは道内では単独行動をしないのが原則であり、2名を残して2名が出動し通報するべきとの意見が出た。しかしこの時点で O、K、S の3人は湖で泳いでいたほか、F も地底湖に到達する途中の水流部で全身が濡れていたため、長時間 この場所に停滞することは停滞温床を引き起こす危険があった。王は2名を残した場合、二次災害の危険性が高いと判断し、全員での出動を決断した。範囲は、出動前に N を待機していた場所の目立つ岩の上へ、N 君へ、ここで待っていてください。救援が来ますと書いたメモと保温性の高いサバイバルシートを置いた。このメモの場所に、 ライト等を点灯設置することはしなかった。午後2時50分に出動を開始し、各ラダーポイントに張ったロープはそのまま残地した。出動するまでの間に大と F が通報について検討を行い、警察と消防に通報する必要があるとの結論に達した。午後4時に出動が完了、午後4時15分に日、坂商入穴神社に到着し、 そこで O と F がそれぞれ警察と消防に通報しようとしたが、ここで K が通報はカズトが行った方がいい旨と警察や消防への連絡の前にチーフリーダーの D へまず連絡した方がいいのではないかという旨を意見した。そこで O もケービング経験のない警察や消防よりも D らの方が迅速な行動が可能であり、また警察に通報すると 即時に入道禁止措置が取られ、捜索ができなくなると考えた。そこで午後4時17分、O は携帯電話で最初に D、次に M へ連絡を試みたが普通で、他の参加者にもつながらなかった。午後4時25分、O は香川大学アドスク在京連絡先の緊急連絡受信係に連絡を行った。また通報についても同時に相談し、 連絡受信係は、O の話から、水中以外の場所に N がいる可能性もあると判断し、その場合は K バーによる捜索が必要である。そのため D の出動を待って、合宿参加者で捜索する方が良いのではないか、と提案した。この提案を O と K も指示し、午後4時45分、二人は S と F を神社に待機させ、他の範囲へ事故の発生を知らせるため、 車で宿所に戻った。午後5時16分に宿所に到着し、直前に到着していた M と E の班に事故の状況を説明した。この日、通り抜け班で初めに事故の発生を知ったのは、M と E の班に入っていた香川大学、アドスク会員の一人が、班が宿所に到着後、香川在京連絡先へ出動報告を行った時だった。 O の報告を受けていた連絡先の係が事故の件を伝え、その直後に日坂商入穴班の O と K が宿所に到着した。D に連絡を取るため、M ともう一人の同班の犯員が車でゴンボウゾネへ向かった。一方、D の班はゴンボウゾネの穴で同班ルートがわからず、約1時間迷っており、出動後に1時間林道を歩いて午後6時11分に、 車道へ出たところで、車で待機していた、江村に会い、初めて事故の発生を知った。D は警察への通報を E に指示し、午後6時12分に E が警察へ通報、警察から消防へ通報が行われた。5日午後11時に、救難用具を抱えた岡山県警機動隊員、新見署員、消防署員、付近のホラー穴に詳しいとして、 応援依頼を受けた岡山ケービングクラブ部員らが小乳道へ入ったが、指定湖までは約1600メートルという距離がある上、複雑な地形や腹ばいにならなければ進めないほど狭い箇所、ロープを張って昇降しなければならない岩壁などに阻まれ、採用部の指定湖までたどり着くには3時間の時間がかかった。指定湖内の水の流れがはっきりわからないことから、 潜水作業は危険であると判断されたほか、道内が狭いため重機のみならず酸素ボンベを持ち込むことも不可能であった。そのため捜索は湖面に浮かべたゴムボートから怒りや水中カメラを使う形で行われた。しかし湖水が白落しており、視界が効かないことから水中カメラも効果を発揮することはできなかった。徹夜で捜索を行ったが、 捜索隊の体力の消耗も激しく、6日午前8時に一旦中断し、7日午前9時から再開することとした。捜索隊が入道して後、連絡員一人を神社に残したほかは、合宿参加者は全員宿所に戻っていたが、6日朝の起床後に非、坂小入穴へ向かい、出動してきた捜索隊からディーラ3人が状況説明を受けた。その話から、 捜索は水中のみであり指導部分は行っていないことを知り、二次災害の恐れの少ないリーラ3名が捜索を行うことを提案し、警察も了承した。3名は午前11時に入道したが、第二ラダーポイントで残地されていると考えていた補助ロープを発見できず、捜索を終了、午後1時に出動した。その後、 現地に駆けつけた高知大学学術探検部 OB の1名を加えて警察に連絡の上午後6時20分に再び入道を2人ずつに分かれてそれぞれ指導と地底湖の捜索を行った。ディーラー2名が水流の上流、大石柱ホールなどの指導を捜索したが発見はできなかった。一方で駆けつけた OB はライフジャケットを装着して地底湖を横断。 対岸と壁面を中心とした指導を捜索した。L が最後に目撃された支点付近の壁面には、ほぼ垂直の3センチ程度の岩の割れ目があった。これに沿って5メートル程度登ることも可能だったが、人が登った痕跡はなかった。午後9時半に4名は合流し、話し合いの結果、残されたのは指定庫の水中のみであるという結論に達した。午後11時に、 出動、午後11時17分に警察に出動の連絡を行った。7日は午前10時過ぎから、新見署員や県警機動隊、消防署員ら約50人体制で捜索を行ったが発見されず、午後4時過ぎに一旦中止とした。その後、捜索は6日間にわたり、機動隊員ら延べ200人によって行われたが、 道内の地形の複雑さから二次災害が起こる恐れが高いために難航し、県警は10日に捜索打ち切りを決定した。長入道内部は足場が悪いため、機動隊員ですら長時間の捜索が難しいという状況だった。また、湖面に浮かべていたボートが流されたことから、湖水はどこかへ抜けていると見られ、県警は N が流された可能性もあると考えていた。 N が発見されていないことから、事故が起こった原因は特定されていない。当事者のケーバーらが事故後にまとめた調査報告書では、事故者は何らかの原因により、地底庫横断中、キロにおいて、地底湖に沈んだと考えられるとした上で、地底庫横断中に体力が尽きた、地底庫横断中に足がつった、地底庫横断中にパニックに陥った、 指定後横断中に意識を喪失した指定後横断中に死に直結する生理学的な反射を引き起こしたと考えられる原因を挙げている。また、水温と泳いだ時間からして低体温症に陥った可能性は低いとしている。N はこの合宿までに確認されているだけで24回の入道経験があった。また、海水でマスクや手脳を蹴る フィン及びウェットスーツを着用して2時間以上の月漁を行った経験も複数回あったほか、海水でも淡水プールでも100メートルを余裕を持って泳ぎ切るだけの泳力も有していた。さらに、高知県須崎市の樽の滝の滝壺で、自己自動用のアンダーウェアとつなぎで遊泳したことも3回あった。一方で、着衣水泳の講習等を受けたことはなかったほか、 陶器に保温性のある装備なしで遊泳した経験はなかった。また、村の滝での遊泳はいずれも5月から6月で、2008年6月の滝つぼの水温は約摂氏16度だった。その他、夜間や道内での遊泳経験もこれまでになかった。日坂商入穴取ド稲折口に設置された入道届提出を注意する看板。2021年3月25日撮影。 事故後、新見市教委は日坂商入穴入り口近くに、入道する前には必ず入道届を提出して、くださいとの注意書きと、1万1の場合に備え、市教委の所在地及び、電話番号を記した看板を設置した。入道届の情報は、市の消防本部にあらかじめ伝達される。ただし前日の通り、2021年6月現在では、日坂商入穴は、 入道自体が禁止となっている。また、新見市消防署では、市内、草間のゴンボウゾネの穴で、初めて、日本洞窟学会救助委員会の指導を受けた、救助訓練を行っている。1986年10月26日、上智大学ダイビングクラブの会員ら6人が、東京都西多摩郡奥多摩町、氷川の小入道、通称、聖穴に午前10時半ごろ入道し、 そのうち4人が酸素ボンベを装備して道内の2つの地底湖の探検をしていた。午後3時頃に4年生の男子学生が4人の先頭に立って入り口から約60メートルの地点にある水深15メートルの第2地底湖に潜ったところ20分経っても出てこなかった。その後4日間捜索が行われたが洞窟が狭く入り組んでいること、水中の視界が悪いことから 発見されずに打ち切られた。2011年10月頃になって、指定湖に潜水していたダイバーが、ウェットスーツを着た、発骨死体を発見。通報を受けた、警視庁も、水中で死体を確認したが、岩に引っかかっており、地形も入り組んでいるため引き上げが、難しい状況だった。11月13日になって、ようやく警視庁の捜査員が引き上げ、調査の結果、 DNA が一致したことから25年前に行方不明になった上智大生であると確認された。ありがとうございます。